通にネットニュースみたいなのねバーって見てたら、秋元真夏って見出しに書いてあるの見つけて、お、何の記事だろうと思ってパッて開いたら、乃木坂46ダンスが上手いランキングっていうのがあって、ほうと思って、でもなんでこれ私が 見出しにいるんだろうと思って、よくよく読んでみたら第1位がなんと秋元真夏で、ちょっとびっくりしちゃいまして、今までねダンスで1位って言われたことは1回もなかったんですよ。乃木坂入って10年間経ってますけど、でなくて、なんかいろいろ読んでたら、その理由みたいなものとかもね書いてあるんですよ。でそれがねなんかそれもちょっと不思議だったんですけど、まずまあキャプテンとしてグループまとめてるっていう話をしてくれてて、で確かにキャプテンやってるなーって、うんうんって思いながら読んで、でそんな秋元さんですが、グループ内でもいじられキャラとして愛されていて、あのメンバー内で一番ダンスが下手と自虐したこともあるっていう書いてあるんですよね。でもちろんそんな上手いっていう感じがないので、自分の中でも結構自虐をすること多いなって思ってるんですけど、その後になんか上手いエピソードとかが普通入ってきて、あ、なるほど、じゃあだから上手いんだって納得するものじゃないですか。なんですけど、その後はなんか活動をね休止してた話とか、あとはダンスのアンバサダーに選ばれた話とかが入ってきて、最終的にはその文章はもう終了してるんです、そこで。だからなんか上手い根拠みたいなものはね特に書いてないまま、この理由がね見つからない状態での1位というのを獲得しまして、なんかね1位って聞いたら普通嬉しいと思うんですけど、やっぱり不思議なもので、根拠がないもので1位って言われてもあんまり嬉しくないんだなっていうのを今回感じたんですよね。私多分1位で喜ぶとしたら、その料理で、料理がうまいランキング1位とか、そういうの嬉しいじゃないですか。料理力入れて頑張ってるし、あと可愛いランキングとかぶりっ子ランキングとか、そういうのだとちょっとなんか意識してやってたから、あ、誰かが見てくれてたのかななんて思うんですけど、ちょっとね違う。ダンスに関してはもちろん頑張ってますよ、めちゃくちゃ。だけど1位に輝けるほどの実力がないなって思いますし、でその後気になって私以降のメンバーのランキングを見てみたら、2位が斉藤飛鳥、3位が山下美月、4位が遠藤さくらっていうね、私以降のメンバーは割と納得するような順位だったりとかするので、あれおかしいななんて思いながら見てたんですけど、ちょっとだけ気になってコメントも読んでみたんですよ。でコメントも読んでみたら、ファンの皆さんやっぱちゃんと見てくれてるから、何でもかんでも褒めるわけじゃなくて、このランキングはちょっと笑っちゃったとか、真夏が1位ってわらわらみたいな、そういう感じで書いてあって、なんか勝手にそのファンの方とね、コメント上のファンの方と会話をしてる気分になって、なんかね1位じゃないだろうって言われてるんだけど、なんかその嫌な気持ちじゃなくて、ありがとう、なんか分かってくれてありがとうみたいな気分で記事を読んでました。